ビットコインやイーサリアムが大きく爆上げました。なぜそうなったのか、その辺を詳しく解説してからチャート分析いきたいと思います。このチャンネルでは投資について毎日配信してますので、資産増やしたい方はチャンネル登録お願いします。あと3000人弱でね、登録者10万人突破しますので、忘れずにチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、まあ知ってる人もね結構いるかもしれませんが、イーサリアムの現物 ETF についてね、予想外の進展で承認観測強まるということになっております。イーサリアムの現物 ETF は、まあ、香港ではね先に上場したんですけども、アメリカではね承認される可能性はかなり低いと思われていて、 20% とか 30% とか、あと他の会社が出したのは 14% とかね、かなり低い感じで言われてたんですけど、今回ね、これエリック・バルチュナスさんがツイッターで言及しているやつを読むと 75% の承認確率になったとか、いうふうに、言ってますと。はい。で、あとは、SEC の急な動きについては、そのブルームバーグの ETF の専門家の話によると、まあ、大統領選が絡んでいて、まあ、大統領選絡みで、まあ、承認される可能性があると、まあ、政策的にね、うん、まあそういうことも言われております。はい。まあそれで急に上がってきたっていうね、まあ仮想通貨独自の動きだと思うんですけども、昨日ね、米国株の方はあんま上げてないんですよ。ダウだと下げてるし、ナスダックはちょっと上げてるんですけど、それでもその強い動きじゃないので、まあ今回の爆上げは、まあ仮想通貨のやっぱり独特なね値動きだと思います。あと楽天ウォレットの方の解説では、まあ円建てでは史上最高値更新しましたよねと。確かに円建てだとね、今見てるとね1108万円とかなってますね。最高が、1117万円までいったみたいです、日本円でね。うん、まあ今円安が進んでるのもありますので、ドル円が156円なんですね。だからまあそれもあるので、円建てだと史上最高値になりました。あとフィット21法案っていうのがあるんですけど、この法案はアメリカの方でその仮想通貨の管轄をどこにするかっていうのを明確にするね、法案なんですよ。で、これが明確になれば、まあ、SEC が今その仮想通貨関連企業とかすごい叩いたりとかね、証券法違反だとか言ってるのがなくなる可能性もあるし、うん、もうちょっとその、なんて言うんだろう、仮想通貨も SEC が今こう管轄してんのかどうかみたいなところになってるんですけど、まあ、そういうところが整理されていて、まあ、より仮想通貨業界にとってプラスになるんじゃないかっていうね、思惑もあるみたいですね。はい。イーサリアムの ETF は書類の再提出を求められ、23日までの承認観測が急浮上しておりました。23日でも明後日ですからね。はい。あと民主党内に反暗号資産では戦えないと、造反する動きということで出てますが、まあ、今は共和党のバイデンじゃない、ごめんなさい、共和党のトランプは、ビットコインに反対するのをやめるって言って、ビットコイン支持派になりましたみたいな感じで、ちょっと表向きはまあ言ってるんですよ。で、民主党のバイデン側の方も、もう反暗号資産だと票が集まらないから、俺たちも仮想通貨に賛成だって言っとけみたいなね、で法案も通しちゃえみたいな、このフィット21ってやつをね、両方の共和党民主党両方が仮想通貨支持みたいな動きになってるから、まあ、とてもいいよねってことで、まあ、上げたんだと思います。まあ、アメリカ中心のね、まあ、値動きですよね。はい、じゃあね、ビットコインから見ていきましょうかね。いやー、強いっすね。なんか、これぞ仮想通貨って感じですね。昨日だって終値がさ、6万6000ドルぐらいなんですけど、そっからバーンと上げて、7万1500ドルまで来ました。5000ドルぐらい上げましたと。はい。強いですね。で、しかも、一気に史上最高値から引けるこのね上のトレンドライン、まあ、下落のトレンドラインが、まあ、引いてたんですよ。僕も引いてるところでやっぱぴったり止まっているので、やっぱりね、そのトレンドラインを引いとくと、こういうその物事の動きとか、まあ、仮想通貨のこういうね値動きが分かりやすいですよね。上げたけどやっぱりトレンドラインのところでは一回ちょっと利益確定されますよとかね、まあ、ショートが入りますよっていうのが分かると思うんですね。で、7万1000ドルまで行ってるんですけど、まあ、ここをね、超えるかどうかは、まあ、ちょっと半々ぐらいな感覚で見とけばいいかなと思います。まあ、こんだけ上げたから、また続伸するだろうと思って、短期でレバレッジかけてロングするのも危ないし、
あとは、まあ、落ちるだろうと思って自信満々にショートするのは危ないし、まあ、こういうトレンドラインに立ちたところはあんまりもうね、あのガチャガチャ動かさない方がいいと思います。はい、どっちに行くか分からないし、まあ、トレンドね、長期的なトレンドはやっぱり上なんですよ。で、短期的なトレンドも上なんで、上に抜けそうにも見えるんですけど、でもそれをね、一回でやすやす抜かせるかどうかはちょっとわからないのでね。はい。まあ、とりあえず現物保有してる人は本当にね、嬉しい動きですよね。特にその円建てで最高で更新しているので、皆さんもね、ビットコイン持ってる人は、まあ、見たことない金額になったんだと思いますね。はい。ちょっと分析じゃないけどね、感想みたいになっちゃったけど。はい。じゃあちょっとイースターどうかな。はい。で、こっちがまあ、その、一番関連のあるイーサリアムなんですが、昨日割値が3071ドルとか、3071ドルから3700ドル超えまでいったということで、まあ、1日で 20% 以上上げてますね。で、これは、まあ見たらわかると思うんですけど、下降ウェッジ上に抜けてきてるし、移動平均線も2つ上に抜けてきてるので、まあ急にね、上昇転換したみたいな形になります。ただ、まあこれも、まあビットコインがさっきそのレジスタンスのところにタッチしてしまっているので、まあ一旦ちょっと調整するかもしれないし、まあイーサもそれに釣れられて、落ちるかもしれませんので、自信満々に今日明日も伸びるとは思わない方がいいかなと思いますね。まあこんだけ抜けてきて、まあ、ちょっと調整して、100日の平均線が3300ドルとか3400ドルにあるので、まあ、そこぐらいまでちょっとゆっくり落ちてもおかしくはないかなっていう感じですよね。はい。BNB はどうなった ?620 ドルですね。うん、強いね。まあ、こっちもちょっと連鎖して上がってきてはいるんですけど、まだこれはちょっと三角形を抜けきれていないっていう状態になってますので、一旦利確定の売りが入るかもしれません。ソラナはまあ、ソラナもね、やっぱ強いですよね。昨日だって、昨日というか、まあ、昨日か。昨日の足で言うと、188ドルまでは行ってますので、結構強いですよ。もうだって、5月1日時点で118ドルだったのが、今188ですから、1.5 倍以上なんですね。結構上昇率強いんですよ、ここね。ちっちゃく見えるけどね。で、生きているので、まあ、基本的にはもう短期的には上に上がりやすい状態だと思いますので、まあ、ソラナ欲しい人は早めに買っておくといいかなと思います。直近高値のその211ドルのところっていうのも、もう5月中、早ければね、まあ、遅くても6月中にはなんか上に抜けていきそうな感じになってきていますよね。はい。ただ短期的な調整にはまあ注意してください。はい。エイダはちょっとまだ抜けきれてないですね。このレンジをね。0.52 ドル抜けるまでは、ちょっとまだ安心できないっていうかね、強い上昇トレンドはお預けって感じかなと思います。はい。ポルカドットは今1000の上にまで来てますので、まあ今からこのレンジをね、抜けるかどうかっていうところがポイントになってくると思いますが、まあどっちかっていうとまあ抜けやすいとは思いますけどね。まだちょっと本格的な上昇はまだあと一歩っていう感じですよね。はい、アバランチ。アバランチすごいいい形だと思います。逆三尊形成でネックライン上に抜けてきた感じになっているので、まあ今からちょっとじわじわとね、紫色の平行チャンネルの上限ぐらいまでは戻しやすい状態にあるかなと思います。はい。水は？まあ、そこまでですけど、まあいいと思います。この下降ウェッジをね、上に抜けたので、まあちょっと一旦はね、上値軽くなったかなと思いますけどね。はい。あと持ってる人が多いのが、ワンインチですね。まあワンインチも悪くはないんですけど、まだちょっとこれもやっぱレンジの中にいるっていう感じなので、もうちょっとやっぱ時間かかるのかなと、めちゃくちゃ上がってくるまでね。ただ、その、大底の 0.325 ドルっていうところに戻ることはまあないので、これを買いたいと思うのであればもう買っていくしかないでしょうね、早めにね。と思います。はい、ということで、まあちょっと思わぬね、ニュースがあって、かなり強く上げてきたんですけども、まあトレンド的にはかなりいい動きだと思います。ビットコインが上に抜けてきてね、平行チャンネルを、でぶち上げたっていうのもあるし、イーサリアムも下降ウェッジを上に抜けてきたっていうのがあるので、まあいろんなコイン見てみると、なんか上昇トレンドに入ってきたよねって本格的にね、っていう動きだと思いますので、まあ普通に見るとこのまま続伸しやすいんじゃないかなと思います、ドルコインもね。だからまあ買いたい人は早めに現物掴んでおくといいかなと思いますね。まああとは、イーサリアムの ETF がまあその承認されなかったりすると、また悲観で落ちるかもしれないんですけど、でも、この昨日の上昇を全戻しするような動きとかはちょっと発生しにくいかなとも
ビットコインの半減期も終わったしね、うん、その承認されるかどうかに関わらず基本は上だと思いますので、あと1年ぐらいはね。はい、あとなんかバイビットの方で新しいキャンペーンやってるみたいです。なんかボーナスがもらえるのとなんか景品がもらえるみたいなことやってるみたいなんで、チェックしてみてください。ぜひメインの口座にしてみてください。いろいろボーナスがあります。今日の動画で役に立ったって方はチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤本でした。また明日。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤原の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。